バーチャル乗務員の徹子です。東京メトロは22日東京都交通局と共同でデジタルチケット東京デジタルパスの技術検証を実施すると発表した。東京デジタルパスは磁気乗車券の東京メトロ都営地下鉄共通一日乗車券または東京サブウェイチケットの有効期限を専用のスマートフォンアプリにより読み取ることで都電荒川線で利用できるデジタルチケットを表示するもの。有効期限は連動しており、磁気乗車券の期限切れとともにデジタルチケットの利用期間も終了する仕組み。技術検証は10月27日から30日までの4つ期間、都電荒川線の一部区間でモニター60人を対象に実施する。磁気乗車券とデジタルチケットの連動における操作性や使い勝手のほか、乗務員によるデジタルチケットの視認性などを検証する。今回の技術検証は東京メトロが進めるマイ東京 MAAAS の取り組みの一環として実施するもの。東京メトロと東京都交通局はこの技術検証を通じて新たなマルチモーダルサービスの実現を目指すとしている。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。